無彩色のクジャクは体に色がない分汚れやすくてすぐ汚れちゃうから心も体もくすんでいたクジャクだった。他のクジャクと比べる毎日、自信のなさから落ち込みつらかった。ある日彼はもうこんな自分から逃げたいと思い空へ飛び立った。途中雨が降っても一心不乱に飛び続けた。雨は体を打ちつけるものの、とにかく飛び続けるのをやめなかった。高く、さらに高くと飛ぶうちに雨雲を越えていた。彼の前に現れたのは月に照らされた美しい雲と星空だった。雨によって現れ、体についていた汚れが落ち、羽は透明感のある無彩色となった。目から入った月の明かりと美しい星空が内面から心と体に滲み、美しく青に染まっていく。無彩色のクジャクは強い意志で体を染めた。